はい、こんにちは、116インズです。カージナルスファンの方にとって夢のような日になりました。長年カージナルスの主砲として活躍し、昨年エンゼルスとドジャースでプレーしたファーストのアルバート・プホルスがカージナルスと1年250万ドルの契約で合意。今日正式に契約が発表となりましたね。2011年を最後にセントルイスを離れていたプホルスが11年ぶりに古巣に帰ってくることが決定しました。ロックアウトが明けた直後にプホルスの獲得にカージナルス、マリナーズ、ロッキーズの3球団が、興味を示しているという話があって、ただマリナーズもロッキーズもチーム事情からしてそこまで本気でプホルス獲得を検討しているか怪しい部分もあったので、今季プホルスがプレーするとすればカージナルスだろうという状況でありましたが、いやはや本当に実現しました。2011年オフにエンゼルスと10年契約を結んだ時には、契約の長さですとか内容からしてエンゼルスの選手として引退することになるんじゃないか、少なくともカージナルスでまた選手としてプレーすることはもうないんじゃないかと思われていたプホルスでしたが、カージナルスでプレーするチャンスがこうしてもう一度巡ってきました。自分はカージナルスファンでも何でもないですが、イチロー選手やグリフィー・ジュニアがマリナーズに戻ってきたような当時のような感覚になりましたね。カージナルスファンの方々にとっても本当に嬉しい瞬間となったのではないでしょうか。通算679本のホームランに3301安打、ウィンズアボリプレイスメントも 99.6 と成績からして一発殿堂入り確実の42歳のプホルス。カージナルス時代は MLB 屈指のスラッガーとして活躍し、 MVP3 回、オールスター選出9回、シルバースラッガー賞6回、2006年と2011年のカージナルス世界一にも大きく貢献と、カージナルスが誇るスーパースターとしても活躍。カージナルス時代はそれこそ今でいうマイク・トラウトのように毎年 MVP クラスの成績を残し、 MVP をかっさらっていきましたので、他の NL の選手たちがかわいそうということで、プホルスには MVP ならぬモーストバリアブルプホルス賞をあげた方がいいんじゃないかとも言われたほど、それくらいカージナルス時代のプホルスは手がつけられないほどのスラッガーでしたし、そんな時代が永遠に続くものと思っていました。しかし2012年にエンゼルスに加入してからは次第に成績も下降線をたどり、2016年まではかろうじてリーグ平均以上の打者としての活躍見せていましたが、2017年以降は完全にリーグ平均以下。その頃にもなると契約がエンゼルスにとって重荷ともなっていましたし、またチームも若いジャレット・ウォルシュをファーストで起用した以降から、昨年途中契約満了を待たずしてエンゼルスからリリース。これほど偉大な選手がリリースとなったのは球界中に衝撃を与えましたよね。ただその後ドジャースに移籍してからは主に左投手相手の起用で結果を残しまして、移籍後85試合でホームラン12本、 OPS 7割5分9厘、往年の力はもうないものの、左投手相手であればまだまだやれることを証明し、そして今回のカージナルス復帰が実現した格好となりました。前世紀を過ごしたカージナルスで戻ってきたプホルス。こちらがカージナルス時代のシーズン別の成績となりますが、先ほども触れましたけど、そら毎年 MVP 候補になるわなという感じの成績ですよね。イチロー選手と同じく2001年にメジャーデビューを果たし、ルーキーながらいきなり打率3割2分9厘、37ホーマー130打点、OPS は10割超え、これはとんでもないルーキーが AL、NL ともに出てきたと思っていたら、そこから10年連続3割30本100打点以上、バケモンかっていう感じですよ。実際のところバケモンなんですけど、パワーだけでなくアベレージもきっちり残せるて、完璧なスラッガーという印象が個人的にありまして、カージナルス時代の通算打率も3割2分8厘ととにかく隙がないと。またプホルスはポストシーズンでもシーズンと変わらぬ勝負強さを発揮し、2004年の NLCS では4ホーマー含む28打数14安打の大活躍で MVP 受賞していますし、2005年アストロズとの NLCS 第5戦ではあとワンアウトでシリーズ敗退の絶体絶命の状況から、相手守護神のブラッド・リッチから逆転の3ランホームラン、プホルスが打った瞬間ヒューストンのファンが一気に静まり返った様子は今でも鮮明に覚えてますね。他にも2011年レンジャーズとのワールドシリーズ第3戦では、史上3人目となるワールドシリーズでの1試合3ホーマーも記録。これだけの活躍を見せたからこそ FA で退団しながら、未だにセントルイスでプレーするたびに地元のファンからスタンディングオベーションを受けるくらいにはファンに愛された、まさにセントルイスのヒーローです。しかしそんなプホルスのセントルイス復帰もエンゼルスとの契約によって幻となる可能性も高かったですよね。プホルスは2011年オフにエンゼルスと10年総額2億4000万ドルの超大型契約を結びましたが、この契約には引退後10年間プホルスがいわゆるチームの顔として活動するパーソナルサービス条項も盛り込まれていまして、期間中エンゼルス以外の他球団に属することを阻む内容となっています。
エンゼルスとの10年契約満了をもってプホルスが引退するものと契約当時から考えられていましたので、即座にこのパーソナルサービス条項が始まった場合にはカージナルスで引退を迎えることやカージナルス OB としてイベントに参加することなどはもしかしたら難しくなっていたかもしれませんし、実際今後プホルスが引退した暁にはカージナルスとの関係を阻むこの契約の問題は顕在化してくるとは思います。ただエンゼルスで引退していた場合にはカージナルスプホルスの姿を再び見ることは契約の関係で当分先のことになっていたでしょうから、今回こうして現役選手としてプホルスがまたカージナルスに戻ってくることができたのは関係者全員にとっても本当に幸運だったと言えるのではないでしょうか。そしてここにはモリーナの存在や NLA の DH 制導入が大きな後押しになったはずです。先日結ばれた新しい労使協定によって NLA の DH 制導入が正式に決定し、今のプホルスのように守備は厳しいけど打撃なら貢献できるタイプの選手たちの NL でのプレーの幅が広がりました。いくら球団の功労者だからといって DH なしで今のプホルスを抱え続けるのはなかなか簡単な話ではないでしょうし、 DH 制になったことでプホルスを使いやすい環境になったのが一つ、そしてもう一つはモリーナがカージナルスのオーナーに対してプホルス獲得を進言したとも言われている点。すでに今季限りでの引退を表明しているモリーナはプホルスと同じチームで一緒に引退を迎えたいと、プホルス自身も過去にモリーナと一緒に引退したい意向を示していたことがありましたので、プホルスがカージナルスに戻ってきたことでそれが叶う可能性が高くなりました。実際プホルスはカージナルス復帰の会見の場にて今季限りでの引退も合わせて表明しました。1年間で2人の考えに変化がなければプホルスとモリーナというカージナルスに様々な栄光をもたらした2人のレジェンドにとって今季がラストシーズンとなります。また1年契約で残留したアダム・ウェインライトも現時点で何か明言しているわけではないものの、彼も引退の可能性のある選手ですので、もしかしたらカージナルスのレジェンド3人が一斉に引退する可能性があると、長年カージナルスを支えたバッテリーがついに見納めとなってしまう可能性ありそうですし、またプホルスにとっては達成すれば史上4人目となる通算700ホーマーへ向けた最後の1年となりそうですね。カージナルスがプホルスをどのように使っていくかはまだ分からず、またフルシーズンプレイできたとしても今のプホルスが果たしてシーズン21本も打てるかはかなり微妙なラインの気もしますが、今後しばらくは700ホームランにチャレンジできる選手も当分現れないことでしょうし、2000年代最も恐れられた打者の一人が最後に全盛期を過ごしたセントルイスで大記録を達成する最後のシーズンとしてはこれ以上にないシナリオだと思います。できれば最後は3人でポストシーズンまで戦い抜いて、モリーナはもう一度ワールドチャンピオンを取りに行くとコメントしていたみたいですが、そうなったらもう伝説のシーズンですね。3人のレジェンドが揃ったカージナルスが今季 NL 中地区でどのような戦いを見せるのか。昨年はシーズン終盤の快進撃でワイルドカードでのポストシーズン進出を果たしましたが、ドジャースの前に敗れ去りました。今季はもっと先まで進むことができるのか、非常に楽しみな1年となりそうですかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。